次ですよ。今度は、お、今ね、ヘッドホンが。なんかね、もみもみしてますね。すいません、ヘッドホンもみもみ。いい声になりました。はい。はい、こんにちは。舞踏会の案内所、はい、和谷の黒沼彦です、はい。よろしくどうぞ。もうなんかね、ペッパーくんで今日盛り上がっちゃった。ね、もうなんかもう伝え方しちゃった感あるよね。みんなテンション上がりすぎ。本当に、頑張り方ですね。はい、かわいい方なんて言ってください。違う、間違えた、かわいい買ったですね。あ、買ったか、過去形かわいい買った失礼しましたいやいや、それでね、あの、はい、今のなんかノリノリのライブのお知らせの後に、はい、なんですか、ちょっとね、あの真面目な話をしようかなと思ってます。私実はそのオーストリアとかウィーンの舞踏会絡みだけじゃなくて、うん、環境保護国際団体ってところで仕事してるんです。みんなみんな、あ、そうですね、ありがとうございます、うん。まあ、環境といってもいろいろなんかこう水の問題とかゴミの問題とかあると思うんですけれども、うんうん、私が関わっているのは世界の森林を保護するっていう、はい、そういうあの仕事なんですね、うん。具体的には認証制度っていうのがあるんですよ。何かを認証するわけですね。そう、森林認証っていうんですけれども、まあ、ちょっとね、聞き慣れないっていう方の方が日本人は多いと思うんですけれども、まあ、簡単に言えばですよ、うん、森林っていうのはどんどん使って紙や木になあのこう木製品になってますよね、うんうんうん。なんだけどもその森林っていうのは切ってどんどん使ってそして再生させてまた使ってというふうにしていけば未来もなくならない資源、うんね、私たち人類もそうだし、うん、動植物全てにとってやっぱり森って大事じゃないですか、うん。だけど今破壊されちゃったり劣化進んだりっていうのはすごい問題になってますよね、うん。そんな深刻だよね。そうなんですよね、本当に特に、まあ、東南アジアとかね、そうそう言われてますけれども、うん、そんな中でその森林を使ってもこうなくならない未来永劫、まあ、次の世代にね残していくための、うん、そのための認証制度っていうのが国際的にあるんです。知るのかな。はい、それがですね、うん、この PEFC が回ってる。そうなんです。この木を2つ囲んで循環してるんですね、地球のように。ロゴがね。そうなんですよ。で、この PEFC って言うんですけど、この PEFC 何の略かっていうと長いです。うんうん、Program for the Endorsement of the Forest Certification Schemes。 この長い英語はどうでもいいんですけど、とにかくこれが、その、森林を守っていくためのロゴマークなんだよっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、うん、ちょっとこれカメラにね、うん、じゃあ YouTube とかでもね、はい、後で見てもらえるように。ロゴは覚えやすいもんね。そうでしょ、とてもね緑で可愛いんですよね、可愛い、イメージが伝わる。でね、うん、その森林認証っていうのがあるのは分かったんだけども、うん、じゃあ私たちがこれどう関わっていけるのかっていうと、今日ちょっといろいろ持ってきたんですけど、知りたいでしょ、うん。はい、お菓子が出てきた。お菓子、これ食べるために持ってきたんじゃないんですけど、これ、うん、明治製菓のクランっていうチョコレートのお菓子、うん、はい、それから、うん、これはこの婦人画報っていう雑誌、知ってますよね、うん。あと晩餐館とかも出してるんですけども、うん、これ何かっていうと、例えばこの雑誌ね、うん、この後ろの方のページにこのロゴが載ってるんです。あ、本当だ。よーく見ないとわからないんですけども、うん、あとこのクランっていう、箱も、うん、ひっくり返すとここにこのロゴが載ってるんです。本当だ、ね、これは何かっていうと、そのこれ開けちゃいましょうか。あ、開けちゃいましょうか。本当、やった、はい、これ上司からのプレゼント、はい、あ、ありがとう。じゃあ後でいただきます。食べながら聞いてくださいね、うん。これは何かっていうとこの中身じゃないんです、チョコレートじゃなくて、うん、箱に使われている紙がきちんと、管理された森林から来た木を使われてますよっていうそのマークなんですね。なので普段私たち、あ、美味しそうって買っちゃうんですけども、こうちょっとここでね、あ、どんな環境マークがついてるのかなっていうのを気にしてもらうと、いいかなと思うんです。なかなかこうそこまで気にしてね、お買い物する人はいないかもしれないんですけども、やっぱりこれから環境保護のために、例えばこの雑誌もね、紙、あー楽しかったって読み終わって捨てる前に、ここちょっとロゴを気にしていただくと、ここに使われている紙、これがやっぱり環境にいい紙を使ってますよ。なのでどんどん使っても森林を壊してないっていうね、この商品を買いながら間接的に世界の森林保護に貢献してますっていうことね。
大事だね、それ。そうなんですよ、うん、ぜひね、これをあの皆さんに覚えていただきたいなと思ってます、はい。で、去年であの私たちこの活動始めて10周年になりまして。あ、結構長いんだ。そうなんですよね、うん、あのヨーロッパではもう結構普及してるんですけども、はいはい。まあ、その記念イベントにね、あの高円宮、うん、あの秘殿下もお越しいただいて、うん、あの励ましのお言葉いただいたりとかしてるので、うん、今後もね、ぜひ広げていきたいと思っております、うん、またね、そういう情報ね、はい、頑張ってほしい、うん、またこういう場でもね、はい、流してほしいなと思うし、なんかみんなやりたいと思ってるんだから。でもそうなんですよね、どうやって参加したらいいのかわからないから、そうそう、なかなか自分がどうしたらっていうのがね、わからないっていうことも多いと思うんですよね。地方犬のこともそうだしね、神様のこともそうだし、うん、ぜひ知って参加してほしいよね、はいはい、ありがとうございます。大事10秒だけアナウンスさせてください、はい、あの19日土曜日に、うん、あのヨハン・シュトラウスという作曲家がいるんですけどね、はい、オーストリアの、うん、そのヨハン・シュトラウスの音楽にまつわる、セミナーと、その後オーストリアのケーキを食べる、ちょっとそういうイベントをね、ティータイムセミナーっていうイベントを企画してますので、もしご興味がありましたら、はい、お話ししましょう、はい、Facebook で、はい、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。